ご覧のように9対2で阪神タイガースが勝ちました。勝利投手ビーズリー、敗戦投手は戸郷です。皆さん、本日は100周年を迎えた阪神甲子園球場にお越しいただきありがとうございました。クラシックシリーズ伝統の一戦、阪神巨人、見事タイガースが9対2で勝利いたしました。甲子園100周年を勝利で飾りました。そしてタイガースは7連勝でーす。お客様にお知らせいたします。この後本日のヒーロー選手が登場しますが、ご自身のお席から離れてのご観覧はご遠慮ください。ヒーローインタビューはご自身のお席からお楽しみくださいますようお願い申し上げます。